岸和田市立春木中学校は大阪府岸和田市小風町にある公立中学校。岸和田市で最初の中学校の一つとして1947年の学生改革と同時に創立した。当初は岸和田市立第六中学校の名称だったが、岸和田市立中学校に番号順の校名ではなく地名などを取り入れた名称に変更する方針が出されたことに伴い、 1949年に現在の公明に解消している。公明は岸和田市の北部春木地区を工区としていることから採用されている。同校は2009年度大阪府の緑づくり推進事業の補助金300万円と地域住民の寄付およそ400から500万円をもとにグラウンドの芝生化を実施した。苗の育成や芝生の植え付けなどは 全校生徒や地域住民がボランティアで行われた。2010年11月、野球、ソフトボール寮部の保護者らから、グラウンドが平らでなく、練習しにくいので芝生を剥がしてほしいとの要望があり、12日、同校は保護者側と協議。芝生を剥がさないことを前提に、凸凹した部分に土砂を入れて平らにすることで、合意、11月下旬に16トンの土が入れられて、 整地されたが、保護者からの要望を得て、さらに18トンの土砂を、学校側が、追加購入。その翌日12月4日、早朝、同校野球、ソフトボール両部の保護者ら数十人が重機を、グラウンドに持ち込み、植えられた芝生の1、3にあたる、約3000平方メートルを剥ぎ取った上、追加された土砂を使って整地した。学校の芝生化を公約化した。 橋本徹大阪府知事は残念。一部の保護者によるのか、地域住民の総意なのか確認すると述べるとともに、一部の保護者の暴挙なら許せない。と述べた。また、大阪府緑推進課は芝生が修復されなければ補助金の返還を求める可能性もある。と表明した。学校の芝生課は、 大阪府内の160の学校で行われており、大部分の学校では中庭やグラウンドの一部だけを芝生化しており、大阪府内の中学校でグラウンドを全面芝生化したのは春木中学校のみであった。その後、PTA 役員が集めた芝生を撤去することを求める地域住民の署名5597名分が市長に提出され、2011年の12月に、 PTA 臨時総会で芝生を全面的に剥がすことが決定された。撤去にかかった費用は967万円で、大阪府の交付した緑化事業補助金300万円は、当時の校長が支費で返却することになった。なお、朝日放送の取材では、この芝生化を主導した教師は、春木中学校を練習場所として使用している地元のサッカークラブの代表であり、 生徒たちの一部からは、サッカーのためだけの芝生化ではないかとの声が出ていたという。同行には正式なサッカー部は存在しないが、春木中学校公式サイトの運動部紹介には、サッカー部は、総合型地域スポーツクラブ FC 岸和田によって、運営されていますと書かれている。産経新聞は、関係者の証言から、問題の原因として、芝生化事業を失敗させたくない。 という当時の校長の考え、子供らのためにサッカーピッチを作りたいという大人の都合、芝生化の難しさや他のクラブ活動への影響を考慮せず、安易に補助金を出した大阪府の責任、市教委が解決のために積極的に関与しなかったの4点を挙げている。ありがとうございます。